日向一です、えー、今日もデボーションをシェアということでお話をしていきたいと思います。えー、今朝は、えー、第二コリントの一、えー、章、第二コリント人への手紙第二ですね、の一章を読みました。コリント人への手紙第二、ねえー、というのは、えっ、ー、と、 まあ聖書から、まあ、内的なあの証拠とか言ったりしますけど、えー、と聖書の文脈から判断する限り、えーパ,ウロとえー、とパウロがです、ね、あのコリントに書き送った手紙のうち4番目のものだというふうに考えられていますこれについてはあの途中この第二コリントを読んでいく中で、えー まあ、あの考えていくことになると思うんですけど第1コリントの手紙というのが、えー、2通目の手紙だというふうに言われてるんですねそして、えー、第1コリントと第2コリントの間にもう1通、えー、涙の手紙と呼ばれる手紙があったというふうに書かれていますあ書かれていますというか考えられていますねでこのまあ コリント人への手紙第2は、えー、最後の手紙というかパウロが、えー、書き残した、まあ、聖書の中に残っている、えー、聖書の中で、えー、か交わされたと考えられる内的な、えー、文脈上の理解から考えられる、えー、最後の手紙という形になりますで、えーまあ、第2コリントの手紙というのはパウロの心が一番よく表れている というふうふに言われたりすすする手紙なんです、ね、ですのでねの私実はすごい第二コリントの手紙大好きというか第二コリントの手紙の前半部分というかあの本当にもう大好きで大好きでもうあの何回でも読んじゃうというかぐらいの感じなんですがえまあ,あのそ,そういうところにまあ今日は入ってきた。 第2コリントに入ったなっていうふうに何か思わされていますでえーまあ、第1章の前半部分ですねはあのキリストにある慰めと、まあ、その慰めの素晴らしさということについて書かれているわけです3、えー、節私たちの主」 イエス・キリストの父である神、哀れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。 といいううふうに書いてあるんでですねで苦しみと慰めということを、えー、ここで考えさせられるわけですけれど苦しみのあとに慰めがある、まあ、別の言い方をすると苦しみがなければ慰めはないということなんですよね、まあ、傷があった後に癒しがあるというのと似ていると思いますねで えと4節にありますようにどののような苦しみの時にも神は慰めてくださる、まあ、これは、まあ、私自身20そうです、ね、今年で26年丸26年になるんですかね、えー、クリスチャンとして生きてきてどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださるというのが。 あの実感として思わされます本当にどんな苦しみの中でも苦しみの時にもまあ主が慰めてくださったということを本当にあの明かしすることができることを感謝ですそしてえまあパウロはコリントの兄弟たちに対して兄弟姉妹たちに対してまあ私たち あなた方もその苦難の中で慰めを持っているということを分かっているからあの何て言うんでしょうね安心していますよっていうふうなことを、えー、書いているわけですね、えー、こんなふうに書いてあります7節私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎませんなぜなら あなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めも共にしていることを私たちは知っているからですまあしばらく会うことのできていないコリントの兄弟姉妹たちに対して「あなた方について抱いている望みは揺るがないんだ」とパウロは言うんですねなぜなら苦しみを共にしているように慰めも 私たちと共にしていることを知っているからということなんですね。まあ、このあと出てきますけれどどのようなあのことがねコリントで起こったのかっていうことを、えー、パウロは、まあ、振り返っていくわけですけれど、まあ、コリントの兄弟たち兄弟姉妹たちの大きな悔い改めと、まあ、それに伴う熱心な愛の姿というのをパウロは、えー、聞いたわけですね。 そしてあコリントの兄弟たちも自分たちの苦しみを私たちが神様の慰めによってその乗り越えることができたように耐え抜く力というふうに6説にありますけど耐え抜く力を主が与えてくださったようにあコリントの兄弟姉妹たちにもそれを与えてくださったんだという証を聞いたわけですねだからああ同じ主が私たちの主であり 同じ種が慰めに満ちた方であるということにパウロは希望を置いているわけですそしてそのパウロの、まあ、コリントの兄弟姉妹たちに対するその思いというか愛というのがここにも溢れているというふうに感じることができますそしてパウロは、えー、ここはまあダ,ダニコリントの一種のハイライトかなと思いますけど、えー、このように続けます8節兄弟たち アジアで起こった私たちの苦難について、あなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際、私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる、神に頼るものとなるためだったのです。 神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。えー、今、8節から10節を読みました。で、パウロは、まあ、生きる望みさえ失うほどの非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受けた。でそのことをあなたたちにも知っておいてほしい。 というふううふに言うわけですねそしてもう実際私たちは神経死刑の宣告を受けた思いでしたというふうに、まあ、もう終わりだともう死ぬしかないというかそんなふうにあの感じてたわけですねでその苦しみの意味というのを9節で「9説」で それは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのですとその苦難の意味についてパウロは語っていくわけですその前のパウロとその後のパウロこの苦しみの前と後ではパウロは変えられていくんですねそれまでは自分自身に頼っていたんです もちろん信仰を持ってましたでもどこ,かどこか自分の力に頼っている部分があったということですねでももう無理だっていう状況になった時に死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなった苦しみの前と後で私たちは別人に神様によって変えられるということをここで思わされます もちろんパウロの苦しみと私自身の人生の苦しみを比べたら本当にもうあのかすり傷ぐらいの苦しみだと思いますけれどでも私にとっては苦しかったことその前と後で神様との関係は常に変えられてきたと明かしすることができます。 でそれによってまあ神はそれほど大きな死の危機から危険から私たちを救い出してくださいましたこれ証しですよねそれほど大きなっていうのは生きる望みさえ失うほど死刑の宣告を受けた思いを抱くほど大きな苦しみ圧迫だったわけですね でもこんな大きな死の危険から私たちは救い出してくださった私たちが死者をよみがえらせてくださる神により頼んだ時神様は助けてくださったと明かしているわけですそしてこれからも救い出してくださいます私たちはこの神に希望を置いていますと言ってその何て言うんですね大きなその確信の証しをしているわけですね まあこのように、まあ、私自身も本当にそう思わされますねこれからどんなことがあっても絶対に神様を助けてくださるそのように思わされるわけですはい、えー、それでは、えー、今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました